く言えばね、実はね、明というのは変な国でね、最後の方はね、もうね、自分たち統治するのをやめたいと言ったんですよ。普通ね、これもね、普通にはないんですよ。日本はね、鎌倉幕府が食べられる時も、北条高時がね、一族300人とね、腹を切って死ぬわけですよ。頑張るぞっつって。で、まあね、江戸城無血開城だってね、それは徳川景気が頑張るわけですよ。だから必ずね、最後はね、頑張って負けると思うとね、いや、全然違ってね、なんで違うかって、明はね、もともとね、ここね、明という国じゃないんですよ。あ、そうね。うん、ただ場所にいるだけだから、めんどくさくなったら。あんなの違うとか、あの王朝ではやめた、こっちの君主の方が良さそうとか、みんな全然ね、そう、支配者どうでもいい人たちが。そう、実はね、すごくおもしろい。それでね、あれ開けてね、どうぞ来て来てって言うんですよ。それで、ぬるわしのね、息子がね、しょうがないからこうね、ずっと来るんですよ。したら、このとこにね、明の大将がいてね、いやー、よく来てくれましたってね、明の大将と、このぬるわし地下、この真のね、前の軍隊がね、ここにね、ぞろぞろとこうやって入ってくるっていうね、そういう変な。そうですね。それで、彼らはもともとがとても、漢字を使わない人たちで、そうですね、満州文字、満州語は別なの、はいはい。で、チベット文字、チベット語も別なの、はい。ウイグルも全然違うし、イスラム教徒で、モンゴルもモンゴル文字持ってて、それを全部、まあいいじゃないかという自治にして、はいはいはい、おかげでこんなに広い地域を、真に最大半島にしちゃって、 その頃はロシアが実はもう北から来てるんですけれども、ロシアはまだピョートル以前なの、はいはい、ピョートルがねやっと位について申請直前にネルチンスク条約でロシア人を追い出した、うん、追い出した、だからここもモンゴル人がロシア人嫌いだって言って追い出した、はいはい、でこう追い出したので、実は沿海からムール川の北も全部一度は清朝、これね実は朝鮮はこの時ちゃんとした朝鮮が一応国としてあって、で朝貢国として、秦の配下に入ってるんです。この時台湾は僕の認識ではですね、まだね秦は台湾の方がいいと、そうそう、粘るんですよ、面倒くさいってぐらいでしょ、だって産業もなけりゃ、うん、そんなとこ取ったって損害だけ起こるから、うん、行きたくないよ、ね、実は今の中国っていうのはこれを言ってるんですよ、実は今まで、ね、これを回復したいわけです。そう、実は今までね、いろいろな中国あります、漢も中国であります、中国っていうか唐も中国、じゃあ元もそう、民もそう。じゃあどこが中国の領土なの、国なのって言ったら、いや、それはね、一番でかい時を言いますから、秦ですなと。こういうふうにですね、実はなってるので、別にどこが領土なんていうことも国だってことも実はないんですよ。ですから中国というのを国と呼ぶのが非常に難しい。それじゃあ、宮脇先生相談しましてね、中国っていう国はそういう日本の常識から言えばどのくらいかというとですね、これは1912年の1月1日に清朝から独立した14省。だから辛亥革命で中華民国になったってみんな信じてるでしょ、はい、でも辛亥革命で中華民国になりたいと言ったのこんだけなんですよ。そう、あとはモンゴルとか満州とかみんな嫌だと言った、嫌って言った。だからここが問題なの、ここだけはだから中国と言ってあげてもいい、いい、ね、ここだけは中華民国で言ってあげてもいい、うんうんうん、でも全然違うって言った、うん、はいはい、そういうことで、これ独立スタートですね、また問題が発生して、これは中華民国ができた時の状態ですね、からもうちょっと後、あとね、中華民国って言ったにもかかわらずその後中は、はいはい、もう四分五裂、はいはい、6つも7つも8つも、はい、地方ごとに俺が大将、はいはい、俺が大将で、はいはい、ずっと戦争するわけですよ、はいはいはい、だって蒋介石だって最初はこんなちっちゃいところから出てくるでしょ、ね、はいはい、で出たのにまたここで揉めるでしょ、揉める、でしかもその揉めたのはたったこんだけだと、はいはいはい、そうですね、まあ今日はですね第1回ですから、まあ、このぐらいにしまして、まあいろんな重要なコペルニクスありましたね、漢の問題とか、それから唐から全部が南の北の国の人であって占領地であったとかですね、それから中国というものはどう考えるかと、日本が中国に占領されると中国が日本になるっていう、そういう概念であるとか、もう天地ひっくり返るような概念がいっぱいありましたが、それが中国の歴史であります。それでそれをまとめますと、今ずっと話しましたけども、実は中国は1900年にガラッと変わったんですね、まあ、正しくは1912年っていうのか、ちょっとそこはまあ、歴史家はこの辺の数字がうるさいんですけど、僕はだいたいアバウト、はい、まあ、10年ぐらい以内だと、はいはいね、時計も狂ってんだと、はい、で第1期が秦で始まる600、800年、それから第2期が隋で始まる、ここから全部異民族ですが、700年、それから第3期は元で始まる600年、ね、そ
でね、実はね、中国的なものとは全部ワンとなくなっちゃうんです。なくなっちゃうのはどうしてかというと、日清戦争に負けるわけですね。でその前に日本はね、西洋的にポッとなってくるんですよ。西洋とね、この中国が戦うとね、西洋勝つんです。なんでかって言ったら西洋の北にあるから。これは武田論だけどね。しょうがないからね、もう変えようって言うんでね、中国が変わります。でこれどのくらい続くかというと、800年、700年、600年だと500年かなと思うとですね、2400年まで続くかなと、こんな感じですね。だけど私はここで圧倒的な人口増加と、あ、なるほど、で文明の加速化と、なるほど、変化の速さ考えると500年無理で、なるほど、もっと短いぞと私はちょっと思います、ね、もちろんあの歴史家が言うことが正しいですから、ね、いやいやいや、僕は歴史家じゃありませんので、あの、そこのところは、ね、その区別をして、それで、まあ、今話したように人口というのは大きいですね。これもですね、いくつかのコペルニクスのうちの一つなんですが、実は前巻と後巻の間に、まあ、紀元ちょうどキリストイエスキリストがご誕生になったあたりですが、6000万人が1500万になっちゃう。これは、何でしたかね、原因が。岡田秀弘が、ね、やっぱ言ってますけども、戦争かな。まず人口がちょっと都市に集中して過剰になるんですね、はいはい、あ、過剰になる、なるほど。一箇所に集中して過剰になると、なるほど、うん、ちょっとした災害で、はいはい、うまく回らない、はいはい、今の毛沢東の大躍進と同じような状態だったと思いますね。だからあそこはね、自然環境が日本と違って、うん、山や川や海がっていうんじゃなくて、うん、全部広がった平らなんで、片っぽで自然災害が起こるとどこまで歩いてっても同じ状態なんで、乾燥があると全部が同じ乾燥になる。だから人が人を食うんですよ。なるほど。日本だとね、山越したらね、違う環境なんで、うん、そうそう、生き延びられるんですよ。 それであっという間に減った。で、五冠の後にもですね、今度黄金の乱があって、コトベイドっていうのはですね、大体秘密結社みたいなのが多いんですよ。日本は特に秘密結社がない国なんですけど、まあ、ヨーロッパもありますけど、中国はもう常に宗教的秘密結社があって、その秘密結社の中だけ生きていけると。だって国が守ってくれないから。そう、国ってないからね。よくわかりましたですか。国ってないので、ゴトベイドという国があるようなもんなんですよ、うん、それがわーってやりますとね、まあ、むちゃくちゃに他の人を殺すもんですから。だけどその人たちの中では、どこ行ったって飯は食わせてくれる、泊まらせてくれるわけですから、まあ言ってみれば親族全部一緒と。こんな感じの時が時々出てきて、まあこんな風になって、ここで4分の1、これで10分の1ですからね。だからね、これが本当数学的には掛け合わせるの40分の1、だから純粋な人は40分の1になっちゃった。で実質的に漢族というのは何回か絶滅し、北方民族と混血しながら現在の中国人だということですね、はい、で、まあここはそのもう最後になりますけども、まあ支那地域というものをまとめると、まあこの最後も実はね、非常に分かりにくいんですよ。要するに事実よりも言ったこととか残された記録が事実となる。じゃあここが中国ですよって言うと、そう、中国になる。みんなで信じたらそれも、あ、それは事実。まあ、そらそうですね。まあ、そういうことであります。今日はですね、第1回で、まあ、宮脇先生と、この中国の本当の基礎の基礎ですよ。もう宮脇先生ご不満ばかり。ね。なんでちゃんとやってくんないのとこう言われるんですけど、まあ、しょうがない。これはね、全員が歴史家ではありませんから。一応、今はですね、私ね、100万人の歴史学とか言ってるんですけど、なんでかって言いますと、やっぱり尖閣諸島の問題が出てきますとね、歴史が歴史家と歴史マニアのものだけじゃなくて、多くの人が相当の基盤を共通して持ってる人がある、はい、そのためにはぜひ歴史家の外郭にいる私なんかがちょいと出てくるというのがいるんではないか。それから中国的概念で、中国人と全く同じ思想で、私は中国人に同意しますということで、日本の国土と言いますとですね、この領域が国土です。日本、これは日本ですね。こんなこと日本って言ったら、ね、今叩き殺されますよ。お前は何だ、ね、そのあの戦争を正当化するのか。いや、そんなこと言ってんじゃないですか。私はあの宮脇先生の、歴史は法廷ではないというのを痛く感激しましてね。そうだと。それじゃあ同じ概念で日本というのを示したら、もちろん最大半島ですから、今日ずっと最大半島ってやってる。これ本当にいい地図です。あ、そうですか。なるほど。こういうことをね、たまには褒めた言葉、はい、よかったです。だからその何が正しいとか言う前にね、まず歴史というものをよく知る、それから人の考えをよく知る、これは非常に大切だよ。どうも今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。